ペテロの手紙第一五章私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人としてキリストの苦難の承認やがて表される栄光に預かる者として進めますあなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい強制されてではなく神に従って自発的にまた癒やしい利得を求めてではなく 心を込めて世話をしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば、大牧者が現れるときに、あなた方は絞むことのない栄光の冠をいただくことになります。同じように、若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、 へりくだった者には恵みを与えられるのです。ですからあなた方は神の力強い見手のもとにへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。 あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって 永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン忠実な兄弟として私が信頼しているシルワノによって私は簡潔に書き送り、 進めをし、これが神の誠の恵みであることを明かししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。